僕はここで、作品を展開しますので、この作品は舞台美術、演劇の舞台美術として作ったもので、一晩中あの建築物だったり街っていうものを演じ続けるということをします。人を言語にするところは、僕の作品はあの特別市美術館の方で展示しています。単銀カラーという、大量の布を使った作品なので、ぜひ夜に見に来てください。お願いします。こんばんは、牛野です。僕の作品は、東京ミッドタウンのキャノピースクエアの、に展示しているドラゴンヘッドハウスです。この作品は日本の、建築物と、クレーン車と、東京のタクシーと、カラーコーンが合体した、動いてきたり、サウンドスカルプチャーです。ぜひ、ご来場ください。ありがとうございました。それでは金内さん、紀藤さん、宇治野さんに高らかに六本木アートナイト2018キックオフ宣言をお願いいたします。六本木アートナイト2018キックオフ。Yeah.